はい、どうも、哲学とです。今日からですね、いよいよバトルパスのシーズン3が始まりましたので、ちょっとね、内容の方を見ていこうかなと思います。バトルパスシーズン3ですね。今回はなんかティラエルをモチーフにした、セットが来てるみたいで、お、なかなかかっこいいですね。こう、金とかも入ってて、ちょっと、まあ、ネクロマンサーもいいなーって感じですね。ワシとかが入ってるのかな？天使っぽいコスチュームでいい感じなんじゃないですかね。で、そうですね。報酬の方は、まあ、強化バトルパスの方はスコリアとかが入ってるのかな？あと、まあ、レジェンダリー宝石とかですね。おー。で、ランク40で、30でチャット絵文字も使えるようになるみたいですね。で、40でアーマーをゲットという感じですね。で、期間の方なんですけど、まあ、あと27日なんで、月末に終わるって感じかな。ちょっとね、なんか最近、期間が若干短めなんで、そこは少し大変かなっていう感じはしますが、まあ、ちょっとね、気になる方は、買ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、値段の方がね、まあ、610円で、まあ、このアーマーとかがついてる方で、こっちのね、コレクター用強化バトルパスもなかなか良くて、このポータルとかがね、今回は正義の化身ポータルついてるんで、こっちもなかなかいい感じですね。で、ちょっとじゃあ早速課金しようかなと思うんですけど、そうですね、ちょっとまあ課金画面をお見せしながらパッチノートとかもね、ご紹介できたらいいかなって感じですね。で、今回のアップデートなんですけど、8月3日9時から11時にアップデートが入るということで、今回入ったやつで、まあ、今ね、お見せしたように、まあ、正義の化身セットが一つという感じで、8月の4日9時より、19時より、シーズン3が始まるという感じですね。まあ、実際はもう私これ今、夜中の3時に撮ってるんですけど、撮れてて、で、9月1日までか。なので、まあ、ちょっと短いですね、今回。まあ、前回始まったのはちょっと中途半端な時期だったんで、まあ、ちょうどちょっと一月かけてるぐらいの日数って感じですね。で、まあ、今回のパッチノートでね、まあ、このバトルパスと合わせて気になってんのが、デイリーイベントラスボーンの侵略っていうのが追加されて、まあ、毎日サーバー時間の12時より、恐れ知らずの冒険者たちは仲間と一緒に血に飢えた悪魔の精鋭たちの軍勢を退けることができますというところで、自己の手下自らが攻撃しているゾーンを侵略できないとなると、侵略を完了するためにゴルゴスラを、直々に到来し、自身の強力な子供を送り込んであらゆる勢力を排除しようとしてくるというところなんですけど、まあ、ここね、まあ、新しいデイリーイベントというところなんで、結構ね、気になってるところなんですけども、ここら辺もね、実際、動画撮りながらご紹介できたらいいかなと思います。そしてまた、期間限定イベント、飢えた月が来るようですね。で、サーバー時間の8月12日の金曜日から、8月15日の月曜日までって書いてあるけど、おそらくなんだけど、金、土、日でまた行われるのかなっていう。じゃあしますね。で、まあ、ちょっとね、前回、前々回と飢えた月、なかなかね、こう、達成するのが難しいっていうところがあったんで、まあ、そこら辺はなんとかね、もう少し緩和してもらえたら嬉しいかなと思ってますね。で、昨日のアップデートのところでは、固定チームの改善というところで、固定チームメンバーのオンライン情報と、
オフライン情報、現在ゲーム内で行っているアクティビティが表示されるようになりましたってとこなんだけど、結局あれなんですよね、まあ、固定チームは必ず組んでねみたいなところがあるんで、ここはちょっとねきついなってとこですよね、正直ね。なんていうのかな、固定チームっていうのが多分おそらくもう知り合いのねパーティーで組んでくれるっていうことを前提に組まれたシステムなんだと思うんだけど、なかなかそれをうまく働いてないんで、ちょっともう少し固定チームの部分はね緩和してもらうか、あるいは固定チーム外の人をね固定チームに入れるのを、楽にしてもらえたらいいかなって感じのところは正直感じてますね。で、キック投票なんですけど、結構ね最近例えばまあこれヘリアクリ関係だと思うんですけど、メンバーに入ってきてるんだけど、全然入ってこない人とかね、放置しちゃってる人とか、まあね、場合によってはこうシステム的に落ちちゃってるとかね、そういうこともあるとは思うんだけど、ちょっとそういうところがね、最近、ちらほらと目につくような感じがするんで、まあね、キック機能の導入に至ったっていうのはなんとなくわからないではないな、っていうところがありますね。まあ結構ね、こちらの、バトルパスもね、いい感じなんで、ぜひね、気になった方は、シーズン3の方、買ってみてほしいなと思います。はい、無事ね、購入処理の方が終わったので、8月4日から9月1日までですね。で、ランク40での正義の報酬と、正義の化身アーマーが手に入るって感じですね。プして閉じる。おお、いいですね。新コスメティックを買おう。そうですね。またシーズン3になったということで、またね、転職機能も含めてね、解説動画の方たくさん作っていきたいと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。